2021年3月10日水曜日、木村よしこの気になる銘柄です。今日のタイトルは新興市場銘柄との付き合い方、いつ逃げる？いつまで持つ？と題しましてお送りいたします。今日も初版の事情から大変遅くなりまして9時39分となってしまいました。さて、今日のテーマの前に気になる銘柄をご案内していきたいと思います。アイリッジですね。気になる銘柄1ではコード番号3917アイリッチをご案内したいと思います。9時30分の段階で57円高、999円となっております。皆様がこの動画をご覧になった時にですね、ちょっとこの値段がぶっ飛びすぎでちょっと買いづらいなと思われましたらば、見送っていただきたいんですけれども、このような展開となっております。後ほど解説したいと思います。あまりにも画面が明るかったので今ちょっと暗くしました。この999円、アイリッチコード番号3917ですね。集客販促アプリの開発、施策展開、デジタルガレージとの協業、マーケティング企業を2018年8月連結化という内容でございます。さて、本日の動画の構成は気になる銘柄1、今ご案内したアイリッチ、そして本日のテーマ解説、そして気になる銘柄2の解説ですね。そして気になる銘柄1の冷やしチャートをご案内したいと思っています。さてですね、新興市場の16年間をゴールデンチャート月足で見ていただきたいと思います。2006年からですね、なんと2012年の間に、6年間の間に、マザーズ指数はですね、10分の1の値になったんですね。そしてですね、直近ですね、こちらも2018年1月頃からですね、この短期間に1年以内の間にですね、マザーズ指数半値となりまして、その後深押しがありました。なので、新興市場の銘柄と付き合うときには、このマザーズ指数が示していますように、10分の1ですとか、半値になるようなリスクはお目当ての銘柄にないのかどうか、これをチェックしていただきたいと思っています。さて、1383、ベルグアースですね。こちらの場合を見ていただきましょう。IPO の安値から4倍になっている点でですね、この新興市場銘柄はうまくいったタイプですよね。しかし、こちら、コード番号1400のルーディンホールディングスの場合はですね、なんと株価がこのような展開、残念な展開となっております。分割もあったのでマルゾン大損とは言えないかもしれませんけれども、盛り下がったまんまですとちょっと心がね、泣いてしまいますよね。さて、理想的な新興市場株は、例えば IPO 後成長が続きまして、株主に運用サイドも登場し、そして、市場買いが実施できて、そして東証一部銘柄になる。こんな展開があれば嬉しいですよね。この間でどんなことが必要かと言いますと、新興市場銘柄、例えば事業分野のスタンス、事業分野とスタンスで成長できる分野で競争力が保てるポジションを持っている。そして成長を期待する投資家が株主になる。国内外の投資信託ですとか年金が持ってくれると嬉しいんですよね。そのためには ROE が高めで推移していること、そして機関投資家が買うに足りる流動性確保ですね。なので分割ですとか、様々な流動性確保をしてくれることが大事ですね。売りたい時に売れる、買いたい時に買える、これが機関投資家の肝ですから、分割、そして流動性を高める努力を会社がしているかどうか、そして経営者と財務面での信頼性が持てるかどうかですね。経営者があまり品行がよろしくないですとか、経営者がちょっと行動に問題があるとか、あるいは財務面でしっかりした人がサポートしてないとか、こういうことを機関投資家などは見ておりますので、ご自身の狙っている新興市場銘柄、条件が整っているかどうか、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。さてですね、ご自身で新興市場銘柄を選んだとき、それがプロはどう見てるか、これをチェックするために、様々なですね、新興市場銘柄に投資している日本株ファンドを組み入れ上位、そんな中にご自身が狙っている銘柄が入っているかどうか、ぜひチェックしてみたいですね。こちらは DIAM ですね。新興市場日本株ファンドの組み入れ上位10銘柄です。スマレジ、セレスなどなどの名前が見て取れますように、この中にご自身の狙っている銘柄が入っていれば、ご自身の心眼もですね、機関投資家並みと言えるかもしれませんね。
さて、こちらは日本株新興株のですね、オープン日興 AM の日興アセットマネジメントの組入れ上位10銘柄です。ハーモニックドライブシステムですとか日本マクドナルドホールディングスなどが名前を連ねています。さて、4431スマレージの月足をゴールデンチャートで見てみましょう。こちらスマレージなどのアプリの開発をしている会社ですけれども、4431ちょっとね、値段的には買いづらいなという価格帯なんですが、まあ、順調に売上も伸ばしているようですね。そして一株純利益もですね、若干触れがありますけれども、まあまあそこそこ上げられている状況ですね。そして、大株主リストを見ていきますと、この各種のですね、機関投資家も名前がちらほら見て取れますね。スマレジをお持ちの方は機関投資家並みの心眼をお持ちということですね。そして3696セレスの場合ですけれども、スマートフォンメディアの企画運営等を営んでいる会社ですね。経常利益は増収増益となっておりまして、こちらそこそこのやっぱり投資ファンドが持っているサイバーエージェントの名前もありますし、そして年金も少し買ってくれてるみたいですね。 SBI ホールディングス、 SBI 証券ですね、も持っている状況ですね。まあ、こちら売上高、そして連結ベースでも伸びている点、そして一株純利益が伸びている点で、こちら3696、まあ、株価もねしっかりめですけども、まあ、買える銘柄の一つではないかなというふうに見ております。3696セレスですね、引き続き重点マークで良いのではないでしょうか。そして、7151ライフネット生命ですね。こちら、大株主リストにですね、様々な外資が名前を連ねているんですけども、まあ、いかんせんですね、売上が伸びているものの、ちょっと収益面で弱いところがあるので、私はパスだなと思いますね。皆様、持ってらっしゃる方はどこかいい点を評価されているのかなと思いますけれどもね。そして、日興アセットマネジメントの新興株ファンドに入っているハーモニックドライブシステムですね。私はこういう実態のある会社が大好きなんですけど、皆様はいかがお感じですか ?6324 ハーモニックドライブシステム。いや、これはですね、ちょっと今買いづらい価格帯ですけども、もう少し市場調整で、この銘柄も巻き込まれて下がった場合は、ぜひともね、買いたいなと思わせられるような事業内容ですね。精密減速装置などの製造販売をしている会社でして、増額修正ですね。そして第三四半期ですね、産業用ロボット、半導体製造装置ですね。こちら向けの需要が上向きです。回復のペースが予想を上回っております。折からの円安でですね、さらに増額もあり得るのかなと思ってるんですけども、いかがでしょうかね。ただし、まあ、連結ベースではですね、課題がありまして、一株純利益がちょっと減ってる点が気になるって言えば気になりますね。そして、大株主ナブテスコ、トヨタ自動車、そして、年金筋、投資信託などが名前を連ねておりますので、まあ、立派な会社だなというふうに思います。6324、ハーモニックドライブシステムも重点マークだというふうに思います。そして、今日の気になる銘柄1、アイリッチなんですけども、3917、こちらですね、大株主にですね、デジタルガレージですね、そして、この気になる銘柄でも、かつてご紹介したクレディセゾン、そして NTT データが大株主である点を評価したいと思います。またですね、こちら連結ベースでは課題はありますけれども、そしてこちらの単体ですね、単体ベースではそれなりにね、しっかりと一株純利益が上がっている点、こちらも評価したいと思いますね。アイリッチ3917、ぜひ研究してみていただければと思います。そしてですね、気になる銘柄2は、ナブテスコですね。先ほどの紹介しました銘柄の中の大株主に名前が連れていましたよね。ハーモニックの大株主にも名前がありました。ナブテスコですね。まあ、ちょっとね、調整足が出ておりますので、昨今の市場波乱の中で買えたらいいなと思って見ております。一株純利益が大幅に単体連結ともに伸びている点で評価したいですし、配当77円も評価したいなというふうに思います。さてですね、ここからは少し雑談です。今日もですね、ちょっと顔がとんでもないね、お化粧しないとこんな見られない、で人前に出られないと思うんですけども、ちょっと今日は諸般の事情で、お顔出しをしないでお話しさせていただきます。木村よし子さんは、木村よしのさんのご親戚ですか?いや、よく聞かれるんですけどね。まあ、全然関係ないって言えば関係ないです。
ただし、まあ、宇治から辿っていくとどこかでね、先祖が一緒かもしれませんね。また昔ですね、テクニカルアナリスト協会で、アリース・大沢さんというですね、まあ、占いと株式の関係を研究している研究家がいて、この方のもとに木村よしおさんを育てているプロダクションの方がご相談に見えて、この木村よしこ、よしこじゃないわ、木村よしのさんを売り出したいんだけど、どうですかというふうに占いにいらっしゃったそうです。その時にアリース・大沢さんは、とってもいい星を持ってるから、ぜひ、真剣に応援してあげてくださいとアドバイスされたようなお話を聞いております。木村よしのさん、木村よしこさん、どちらも同じような字をいただいている、活動しております。そして、よしのさんは大活躍、よしこさんも頑張っておりますので、ぜひご声援のほどよろしくお願いいたします。それではですね、まあ、なんとか化粧して明日は見られる顔で出たいなと思っております。皆様引き続きぜひ気になる銘柄1、2を研究して明日もぜひご覧いただければと思っております。それではまた明日。さて、いかがだったでしょうか。この動画は株式取引がある日の月曜日から金曜日の12時、お昼12時を公開目標にして日々更新しております。株式投資を通じて個人の資産運用、これが、継続的に納得感を感じながら続けていけたらなという趣旨でお送りしております。皆様の投資のヒントとなりますと非常に嬉しいなと思います。ぜひですね、ご一緒に勉強していきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録もお願いいたします。また月の初めには月刊木村よしこ、そして、月2回の更新を目標にしております、木村よしこの経済都市伝説、そして、近々本格的にアップしていこうと思っております木村よしこの妄想社会学などなどを通じましてですね、お金と個人の良い関係を探っていきたいと思っています。これからも引き続き動画のご視聴よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また明日。